年キュウリと、はい、皆さん、聖書の学びの時が来ました。今日はですね、ちょっと特別、多分気がついてはる方も多いと思うんですけど、なんと、今日やで、あ、今日ってこのビデオが、私が YouTube のビデオを作ってから、500個のビデオも作ったんやな。すごいな。でも、まあ、ちょうど500個目のビデオです。はい、特別や思いますね。まあ、だからといってなんか、これすらあれするのはないんですけど、多分ね、もうちょっとしたら、登録者数が3000人になると思うんですね。で、そうなったら何かしたいなぁとは思うんですけどね。まあ、ある方がね、なんか他の YouTube の方とコラボしたらどうやら意見も言うてはる方いるんやけど、私他の YouTube の方あんまりよう知らない。でも、どちらにせよ、今日のビデオは500個目のビデオで、そして、まあ、ちょっとき、あの、私は、まあ、嬉しいなと。ほんで、あとですね、なんちゅうの、まあ、もう一つちょっとアナウンスがあるんですけど、もう一つはね、今、キリスト入門っていう、ビデオやってますけど、これはね、私たちの礼拝、あ、ちょっと今週お休みです、キリスト教入門。なんでか言うたら、私たちのこのキリスト教入門っていうのは、私たちの教会の礼拝の後に、まあ、学びの時間みたいな形でやってるんですね。で、実は毎月、月の第一日曜日は、私たち役員会があって、そのためですね、キリスト教入門の学びはいつも、月の一番最初の日曜日をお休みです。そんな関係があって、今週は、キリスト教入門やす、あの、休みです。まあ、来週はやります。来週は母の日ですけど、母の日は、また、キリスト入門の勉強を、やりますんで。はい。そういうことでですね、ちょっと今日は特別な、ビデオだなと思って、話させてもらってます。まあ、あまり私は言うよりも、早速、ビデオの、あの、ゆうち、あ、いや、じゃあ、聖書の学びに入っていこうと思います。今日はですね、ローマ書の9章。14節から、24節の、部分を学びます。タイトルはですね、神様の、まあ、神の御心と、いうタイトルですね。それ語らしていただく前に、簡単にちょっとお祈りします。天の父なる神様、500個目のビデオ本当に感謝します。どうかこのビデオもあなたが、私たちに語ってください。また学ばせてください。このこと感謝し、主イエスキリストの御名にお祈りいたします。アーメン。はいはい。ですね、まあ、ローマ書、学んでます。ほんで、このローマ書、これはパウロさんが、ローマの教会に、まあ、宛てて書いた、まあ、話が手紙なんですね。ほんで、このローマの教会っていうのは、まあ、どうも大きく2つのなんかこう、まあ、グループいうかな、なんかまあ分かれているような、まあ、1つはですね、もともとユダヤ人だった人が、まあ、クリスチャンになった人たち。で、この人たちは当然もともとユダヤ人ですから、まあ、ユダヤの風習やとか、そういうのをやっぱり未だにやっぱりこう引きずってるような、まあ、クリスチャンね。で、もう1つのグループは、まあ、異邦人。異邦人いうのはいわゆるユダヤ人以外ですね、ローマ人やとかギリシャ人やとか。で、この人たち、異邦人でクリスチャンになった人も、この教会に来てるんで。で、この人たちはこの人たちで、やはりその異邦人の文化みたいなを引きずってると。で、どうやらこのローマの教会は、まあ、いろいろみんなが好き勝手なこと言ってて、で、もうちょっと、何が正しいかようわからないようなことになってる。で、このパウロがこのローマの教会に書いてる、このローマ書っていうのは、まあ、一体何が正しいんだと、何が正しい信仰なんだ、何が一体この福音、正しい福音なんだということを伝えようとしている内容があって、そのローマ書を読むと、今までこの、まあ、8章も今9章に入ってますけど、今まで見てきた通りですね、非常にキリスト教の神学いうかな、一体何がどう考えるべきなんだ、一体何が正しいんだと、まあ教理って言い方いいのか、そういうのがようたくさん出てくるんですね。ほんで、やっぱりその正しい考え方っていうのを教えてくれる。まあそういう意味ではほんまにローマ書ありがたい、
部分なんですね。で、この二つのグループに対してパウロさん書いてるんで、あの、ローマ書のある部分は明らかにユダヤ人に対して書いてて、あるいはある部分はなんか異邦人の人たちに向かって書いてるような、そういった、まあ、特徴がある書物です。で、あの、この9章の部分っていうのは、今学んでるのはどちらかというとユダヤ人の人たちに、まあ、あの、向かって書いてると。で、このユダヤ人っていう人たちは、まあ、一つの特徴として、彼たちは自分たちは、まあ、選民、もう神様に特別選ばれてるんだと。で、その彼らは、その、いいことしたら、つまり、まあ、律法を守るいうかな、このいろんな行いやね、いい行いをしたら、まあ、神様に認めていただけて、まあ、喜んでもらえるんだと。だから、まあ、自分が天国に行くっていうのも、どっちか言ったら自分がいいことした人は天国に行けるんやっていうな感じの、あの、まあ、ちょっと文化持ってる。で、あの、結構これはね、ユダヤ人だけじゃなくて、あの、結構多くの宗教、まあ、キリスト教以外の多くの宗教、こういう考え結構持ってます。あの、私が知ってるあの、イスラム教も、あの、私が知ってる、その、詳しくは知りまへんで、でも、その、イスラム教もね、私が、あの、まあ、ちょっと調べた範囲では、なんか、あの、死んだ後に、なんか、誰かが天秤みたいなの持ってんかな。天秤で、自分がしたいいことと、自分がした悪いことが、まあ、はかりに測られて、ええことした方が多ければ、なんか、天国行けるかなんか、そんな、まあ、あの、人間としては、こういう考え方、よう、あの、わかりやすいんやけどね。でも、あの、いわゆる多くの宗教がなんかいいことしたら、まあ、天国行けると。いうな、だから、まあ、天国行けへんは、あの、神様がまあ、決めるよりも自分がええことしたから、まあ、人間の努力で入れるような、そういうなんか宗教結構多い。でも、キリスト教は全く違ってて。パウロさんはユダヤ人に、あの、先週ですね、あの、ちょっと先週のおさらいになりますけど、イスラエル人やから言うてイスラエル人ちゃうと、あるいはアブラハムの子孫やから言うてアブラハムの子孫ちゃうと、本当に選ばれるいうのは神が、まあ、選ぶんやと、あの人間が選ぶとかそんなんちゃうと、神様が選んで、で、しかもですね、その神が選ぶっていうことに対して、パウロさんは一つの例としてね、あの、エサウと、あの、ヤコブの例出しちゃったんですよ。で、この、まあ、あの、エサウとヤコブっていう人は、この二人は双子なんやね。双子やけども、聖書を見ると、神は、ヤコブを愛するが、エサウは憎むとか書いてあるよと。ほんで、当然人間の感覚としては、そんな、あの、エコヒーギちゃうのと。ヤコブは、あの、愛するけど、あの、お兄さんである方のエサウは、まあ、愛さないみたいなこと。神様みんな愛してんちゃうの？なんでエサウを憎むなんて書いてんの？でな、ことで実は戦士終わった。当然人間から見たら、そんな神様えらい不公平やんかと思いません？で、今日はちょっと14節に入っていきます。ちょっと14節、早速、読んでみましょう。それでは、どういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。これどう、もうパウロははっきりと、神様不公平やとか不正があると思うかと、そんなこと絶対にありえませんよね。で、正直言うて、神様はホーリーホーリーホーリー、清いお方なんで、まあ、不正だとかそういうことを神に、あの、まあ、しないし、できないし、あの、なさらないです。で、ここで、やっぱりキーポイントになるのが、やっぱり、それやったらなんでエサウ、なんか憎むとか書いてあんねん、という、当然、なんちゅうの、その、このマラキ書の方を読むと、あの、エサウを憎むって書いてあって、その、事実、そのエサウが住んでる場所は、もうなんか全然、なんか荒野の場所にする、みたいなことをマラキ書の方に書いてあるんですね。あの、実際にこの、エサウの子孫、まあ、これエドム人って言うんですけど、エドム人の人たちの住んでた国っていうかな、ほんまにね、今もそう遺跡があるんですよ。で、そこの遺跡の写真とか私、現地行ったことないんやけど、写真とか見る限りね、もう岩だらけで、もう草もほとんど生えてないような感じのところに、なんと岩に苦労してね、穴掘って、で、その自分たちの文化を築いてるような、なんかそういう、遺跡があるんですね。だから、
江戸美人の人たちを頑張る。で、そういうようなことを思うとやね、どうしてもね、私たちいうかな、人間は、なんで神様、このある国はごつ豊かに祝福して、ある国はそんなに豊かじゃないんやと思う。で、特に私たち日本人は、この日本っていう国に住んでですよ。いや、もう日本はもう地震もいっぱいあるし、大事、天然資源言うたってもう石油が出るわけでもない。お隣の、なんや、ロシアなんて、もう天然ガスいっぱい出てくるやんか。しかも広い土地もらえて。あんで中国だって、なんかレアメタルガバガバ出るらしい。日本何にもあれへん。日本はもう一生懸命頑張って建物建てても、なんでか知らんけども、もう地震がバーって潰されて、その潰された建物の中に自分の家族が下敷きになって、私たちものすごい辛い思いして。しかもそれだけじゃないんですよ。なんでか知らんけど、台風。台風っていう、まあ、英語の名前、これ全部日本語やね、もうね、台風。台風が日本来んねんけど、これもなんでか知らんけど、ブーっと台風毎年、もう10個ぐらいバーって来て、で、沖縄のとこ行くと、そのまままっすぐ中国大陸行くんかな思ったら、クク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 クと待って、この細長い日本列島、そのまま日本通って、で、台風が何回も来て、で、一生懸命作ったこの、まあね、野菜とかトマトやとか、稲も倒されて、もう本当に全然神様、あ、わかった。神様、日本人を本当は憎んでるんや、言いたくなれへん。このエドム人にはもうカスみたいな土地与えて、ヤコブの子孫であるユダヤ人たちには素晴らしいパレスチナの土地与え。でも、私たちも日本人も一緒や、日本、この、で、こんなんで私文句言うかもしれんけど、これ、他の国の人も自分たちの国のことを多分文句言うと思うんですね。例えば、まあ、だからフィリピンの人、フィリピンの人は多分ね、まあ人によるやろうけど、もしかして、ああ、なんで私はフィリピンに生まれてきたんや。ほら、隣の日本は四季があって、冬になったら雪がちゃんと降って、ウィンタースポーツもできて、桜も咲いて、本当に神様は日本を祝福、私たちフィリピン何にもない、いつも同じ、なんか、暑い。ほ んで、いや、パイナップルというか、バナナはなんぼでも育つけども、ああ、日本が羨ましい。フィリピンの人そう思うかもしれんけど、もし海がない国の人やったら、反対に、ああ、フィリピンがええな。私の国はもう海全然ない。海の幸も食べれな、あの、ない。フィリピンはもう綺麗なビーチがいっぱいあって、島がいっぱいあって、もうほっといたってバナナなるような、ええ国やな。みんなね、結構ね、お隣が羨ましいです。隣の芝生は緑に見える。人間ってね、結構ね、神様に感謝全然せえへんすよ。文句ばっかり言う。もうね、で、ちょっとこう話それてるかもしれんけど、よう聞いて、なんで神がある人を祝福し、まあ、この場合は、ヤコブを愛し、エサフを憎むって書いてあった。なんで神がある人は、まあ、豊かに祝福し、ある人は、なんか貧乏に生まれてくるいうか、あるいは、そういった国やね、国が住んでるところも、ある国はすごく豊かで資源がいっぱいあって、日本みたいにまあお湯は出てくるけど、それ以外の資源があんまりないような、なんでそんなことすんねやと思えへん？これね、これ実は答えがあるんですよ。使徒の働きの17の26から27、ちょっと読んでみますね。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの境とお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。なんと聖書が言うには、なんで世界中の人があっちこっちに住んでるのか。実は人間って、
一箇所にみんな固まって住もうとした時期があったんよ。バビロニオン。で、この、バベルの塔ってのはまさにその象徴なんやけど、でも、バーッと世界中に神様が人を散らされた。ほんで、まあ、日本人の、まあ、ご先祖この日本という列島に来てるわけですね。で、この理由は、神様を、に求める。まあ、いわゆる神を見つける。一生懸命探したら、神様は見つかるんやと。神様そんな遠くにいてない。神の御心は何か言うたら、私たち人間が、まあ、救われることです。話は神を見つけ、神を愛し。もう聖書の基本は、神様を愛しなさい。ほんで、神を愛し、そして神と愛の家族になるいうかな。神を信じ、神様に自分の人生を、まあ、捧げる、預ける。これ本当に神様、それが神の御心なんで。で、みんなそれぞれ違う地域で、どこ住んでも、それなりの苦労があり、それなりの問題があり、正直言って私、完璧な国って、ないと思う。日本は悪い国やないんやけども、日本だってもう問題だらけやんか。先ほど言った地震も起こるし。でも、なんちゅうの、私たちが本当に神の御心は、私たちを愛してるがゆえに、これ神様愛のお方やね。愛しては私たちをそこに住ませ、そして多くの祝福を与えると同時に、まあ、その土地土地で神を求めさせるように、神様はそれぞれみんな違うんやと。みんなその状況は違うけども、神の御心は一つ。それは神を見つけること、いうことで、聖書ははっきりと、これは神の愛なんだと。で、私たちそうわかるんですけども、でも人間は、神様は不正や、ある人はちゃんとした立派な人生ありまして、ある人は全然もうカスみたいな人生ありまして、全部神様、絶対不公平や。パウロはそんなこと絶対ありませんって言うんですね。次のちょっと行きましょう。15、16節。神はモーセに、私は自分の憐れるものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがって、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。この15、16で、まあ、モーセの今度は、ちょっと話ができたんですね。だから、これ明らかにユダヤ人に対して書いてる部分やのわかるんですけども、で、このモーセの時に、モーセに対して、私は、まあ、モーセの出エジプト記になったんですね。で、この時に、まあ、エジプトに、まあ、いろんな、まあ、災いいうかな、裁きがあって、ほんで、ユダヤ人たちはこう出れるのあるんですけど、イスラエル人やね。ほんで、その時に、私は憐れもうと思うものは憐れるし、慈しむもの、慈しんでるんやと。つまり、私たち人間のな願いや努力じゃないっていうのは、私たち人間が、自分がこうあったらええなとか、自分の努力でなんとかやるか、そうじゃないよ。神様の御心によって、実は人生と決まってるんやと。人間の願いっていうのはね、どんな願いか言うたら、人間はね、例えばね、私はええ人と結婚したい。まあ、例えば若い女の子やったら、わあ、私はもう高校生ぐらいでな、もう化粧の専門家みたいな女の子、もう私は美人になって素敵な彼氏で見つけ、で、もう頭の中でもう、プリンスチャーミングみたいな、なんかもう、白雪姫の、プリンスみたいな、もうみんな、私は背が高くて、もう立派、優しくって素晴らしい、もうめっちゃいい、ああ、優しくって、そういう、男性ともう結婚できるって決め込む ちょっと待ってくれと思うけど。で、もしそんな感じの男の子おったら、その子めっちゃモテるしな。ほんで、でも、現実は、それで結婚したらしようよ。でも結婚したらな、今度はな、いや、私が思ってた王子様と全然違う。うちの主人、もう主人になった瞬間、もう悪いとこばっかりで。もう主人嫌やわ、私の横でヘもこぐし、鼻くそほじくし、もう嫌や、もう、ほんで、しまいには靴下まで、主人の靴下臭い、なんであんな奴と結婚したんやろ、もう文句ばっかり言う、もう、ちょっと待ってくれよと。
もうな、人間の願いってそんなんやで。ほんで、あるいはまあ、もうな、あるいは仕事もそうやで。ああ、私はそれこそ頭が良くて、もうパッと気が、私はもう東京大学行くに決まってる。行かれへんからみんな途中で挫折して、もう一生懸命は東京大学行かれ、もうしゃあないな、ほな感覚で我慢とかで、そんな、なんかだんだんだ、感覚悪いちゃうけども、あ、感覚行かれへんな、もうちょっとで、もう、あ、とうとう大学行かれへんな、もうみんな人間の願い言うて、もう自分はもう変な話がちょっと王様みたいになれるみたいな、もう初めから思い込んでるような、なんかね、わ、私はオリンピック選手になれると、もう人間って、でもそんなん関係あれへん。もうパウロは、神が、神の御心で、神は憐れもうと思う人は憐れんでるし、ある人には確かに、そういった、オリンピック行けるような人生与えたりかも、ある人は違うと。ある人はものすごい体が大きくできて、ある人はものすごいちっちゃくできて、もう全部違うんやと。神が、決めてるんであって、人間が決めてるんちゃうと。私たち人間はもう神様抜きにして、だから反対に言うたら、神様の御心が神にお願いする祈りってめっちゃ大切なんですよ。祈りがあって当たり前なんですね。イエス様ですら神様の御心通りになりますようにっていう祈ってはる。マタイの26の39、後悔であったじゃないですか。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス、キリストやで。イエス様やで。神が人になられたお方やで、そのイエス様が人として祈られたとき、どう言うたか言うたら、父なる神のあなたの御心通りになりますように。私たちの祈りっていうのは、神様の御心にかなった祈りは 100% 聞かれるんやで。100%。それは当たり前なんだから、神様の御心通りの祈りをしてるから。で、第一ヨハネの 5-14、こう書いてあったでしょ？何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。つまりもうバッチリパウロが言うてるのは、ユダヤ人たちはもう自分の努力やとか、もう自分はユダヤ人やから大丈夫やとか、自分たちは選ばれてるとか、なんか人間がなんか自分の力で天国入れるみたいな感じのことを思ってるかも。違いますよと。神がもうその権威を持っておられて、神が決めてるんやと。神が選び、神が御心通りに歴史を動かしてはるんやと。で、神の御心通りにみんな別々の人生歩まして、エサウはエサウでそれなりに神様はその国も与え、そしてエサウはエサウでそれなりの祝福を与えてはんねんな。聖書ではわかるけども、問題はみんなそれぞれ違う人生歩ましてもらうんやけども、また違う体をもらい、みんな違うタレント能力をもらい、ある人は10個もらい、ある人は1個しかもらえないんやけど、それそんなことどうでもいいんですよ。それよりも何よりも神が求めている御心は、すべての人が救われること、神を愛し神を見つけ、そしてその救われるという、このためにこのためにいろんな人が、私たちの人生本当あるんやと、いろんな苦労があるのもそのためにもう神様に助けを求めるかどうかがポイント。結構人間せえへんで、人間は自分で勝手に自分の自動販売機みたいな神様作ってな、なんか機械師で神様作ってママンちゃーん。で、このか、お前、この神様ね、命令じゃん。あれ、ちゃんと神様、私、祝福してよ。1万円、お布施かなんかこうあげるから、はい、ママンちゃーんとか言うてやな、石やとか木やとか、で、やっぱり神様のつもりで、人間みたいな格好の神様いっぱい作ってやな、ママンちゃん頼ませーって。本当の神様に行けへんすよ。どないなってね、お願いするんやったら本当の神様に助けてって言うべきじゃないけどもな。
それは神様怒るわな。まあ、ほんだらちょっと17節、18節いきましょうか。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで、神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。これ、すごいこと言ってるんですけど、パロって覚えてる？パロっていうのは、まあ、パルかファロインかな、ファラオ。この人は、エジプトの王様ね。で、彼はエジプト人から見たら、神様と崇め、生きた神様。もうちょっと前の日本とほとんど変われへんやんか。もう70年前の日本はまさにそれやったんやで。で、たくさんの牧師さんが殺されたんやけども、そういう歴史もう誰も、そんなことあったんやで。人間ってな、もう、人を神様にするの大好き。で、まあ、どちらにせよ、このファラオという人は、まあ、かたくなな心を持ってた。神様何回もチャンス与えるんやけども、もう、いや、あかん。イスラエルの神は信じひん。お前ら、こう、エジプトから出ていったらあかんって何回も言うんですよ。で、これに対して、神様が、なんか、かたくなにファラオしてるんやと、いうようなこと書いてますけども、これもね、私は憐れる、もうと思って憐れんでるという、これもね、多くの人勘違いしちゃうんですね。神の御心は、すべての人が神様を愛し、まあ、見つけることなんで。で、実は、ここで絶対勘違いしちゃあかんのは、私たち、神様は私たちをロボットのように作らなかったということですよ。それは、ファラオみたいな人間、まあ、頑固な人おんねん。いくら福音伝えても、うん、キリスト教、バッタ、でも全然、もう、宗教、で、くんな、近づくで、で、と言うて、もう、めっちゃ頑固な人おんねん。ほんで、それ、かたくなな心持ってんけど、神様は、その人のもう、何言ってねえで、無理やり、ぐぐぐっと、こう、腕捕まえ、ぐーっと、無理やり、神を愛させるように、それは、でけんこともない。神様は全知全能やから、私たちのロボットのようにもう無理やりロボットのように神を愛させるようにできんことなかったかもしれない。それじゃ愛じゃないんです。愛っていうのはその人にがもう心からまあ愛する、その無理やりロボットのように愛させる、じゃお人形やんかそれやったら。でも神は人とまあ天使に実は神の言葉を授けたんやね。で私たちは自由に神を愛し、あるいは残念ながら神を憎むこともできてしまう。ほんで、罪っていうのはそもそもなんでこの世がこうなってるか言うたら、神の言葉を信じない人がいるから、もう罪で生きとるんです。で、頑固な人は神には目を向けないんですけど、神様は無理やり、まあだから頑固なままにしてはると、こういった方が正しいんで、でも、それやったらこの人たちが、神様全知やから、何でもしてるんやから、この人たちがずっともう頑固なまま、最後まで行くの知ってるやんか。なんでこんな頑固なやつ作ったんや。そういうふうに言いたくなるかもしれんけども、神はそういった人を実は愛してるんですよ。愛してるからゆえに。その人たちのためにも死んでるんです、実は。なんと神は、その人本当はそういう意味では、その人のペナルティは全部もう払われて、頑固がゆえに、ちょっと神様に目向けたらいいのに、神様があなたを愛してるよ。ドアホのあなたも愛してるよ。その時にもう神に目向けたらいいのに、つまり神様は未だにその人たちが神に来ることを求めている。また望んでる。それが神の御心。でも頑固やから最後の経験もたまたま知ってる人たちもいるけど、でも私たちは分かんないから、私たちは多くの人に神の愛を伝えなくちゃいけないと思いますね。ほんで、神様はファラオも作ったんやけど、ファラオはもう堅くななままなんですよ。それも神様知ってるから、この知っててこの、まあ、歴史をスタート、決して神様それ喜んでないんですよ。ファラオが悔い改むことを求めてるけども、でもこのおっさんあかんねんや、でも恥が分かってねんやけども、それでもまあ作られて、そしてこの頑固さのゆえに、なんと反対に神の栄光を表すことになってしまうという、その計画も神様は立てられたんだと、こういうことだと思うんですね。で次、19、20いってみましょう。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責めるのですか。
誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い争うあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。もうこれもね、人間ってね、もう一言言ったらへりくつが大好きなんです。なんでこの世に悪があり、苦しみがあり、もう神様完璧な世界作られたし、死もなかったんだ。苦しみとか死もなかった。でも、私たちが苦しむ、もう、なんでこんな人生ありますなんで、特に、神様がそうやって、ある人をかたくなにしたままでほっとくに、なんで俺救えへんねんとか感じのことを言うで、神が全部言うと、俺意味ないやんけ、人生なんで。違いますってな。違います。神の御心は全ての人が救われること。でも、私たちはへりくつで、自分で悪いこと知っておきながら、なんで神様、俺ら、そんな、勝手にこう何に、作られたものが作ったものに対して文句言う。もうまさに、神様全部自分らの人生決めてるんやったら、なんで俺ら裁かれんねん。これ本当に悲しいけど、私たち自由意志を持って自分の意志で神に逆らってる。人間ほっといたらどんどんそれで、事実この世界見てごらん。この世、この世界。ほんまに愛のない世界やで。人間が作る世界って言ったら、もう全然愛が、もうほんまにもなんか愛がない。なんかもう厳しいです。この世って本当に生きにくい最大の理由は、やっぱり人間が愛のない世界、この世界、この世、この、まあ、国を作ってたりするんやと思うな。まあ、最終的には、神が御心通りに歴史を動かしてはんねんけど、しかし神の御心は、一人でも多くの人が救われてほしいと思ってはるんで、それが御心やったら聖書はっきり書いて、で、頑固な人が生まれてくることを神様知ってたけども、でも、その人たちのことも愛してんねん。愛してんねん。で、ちょっと21節行きましょう。陶器を作る者は同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権威を持っていないのでしょうか。もうこの部分も非常にキーポイントになると思いますけど、まあ陶器、まあ部屋とかこういった器みたいなね、土。まあ、私正直言って人間ってね、もうほんまに土から体できてると思うよ。ビタミンのあれなんか見たら、鉄とかマンガンとかリンやとか、なんかカルシウム、なんかこの、この地球上の物質が、なんか人間の体になかったら人間、あかんねんな。ほんまに土の器や思えへんか。で、この器も、ある人は立派言うたって見た目がいいだけやけど、見た目がいい。わぁ、身長え、高いなぁ。まあ、みんな大谷選手みたいになりたいな。193センチ、ええなぁ。どう思う。でも、ある人は、いやぁ、ちっちゃく生まれてきて、ある人は、めっちゃハンサムで、あるいはある人は美人で、ある人は、まあ、そうでもないという。で、ある人は生まれたことからハンディ持って生まれるとか、ある人はもうパーフェクトな、もう頭脳明晰バッチリ。それどう思う？で、神様に文句言えも、ああ、もうちょっと背高かったらええの。もうちょっとで背高かったらみんな背伸びしてこうやって、あと10センチとかで、いや、ちょっと待ってくれ。神は、それ、みんな愛してはるんです。ほんで、ある人にはある形を作り、ある人にはある、まあ、形の中に私は入れられてるけども、決して人間の目から見て立派に見える人の人生が素晴らしいとは限らないどころか、神様、みんなそれぞれ全部違う能力と人生と生まれた場所と生まれた家庭も違うし、環境も違うし、国も違うし、みんな違う状況の中で与えられたものに満足し、そして神に感謝し、そして神様の愛に満たされて神を見つける、この人生を求めてあるんですよ。これが神の御心。だから
1タレントしかもらわなかった人でも、それを土に隠して、いや、神様っていやらしいからなんて、神様はもう取らんとこから取っていて、私には何もくれへんことかで、いじけてる人に対しては、お前なんやねんと、銀行に預けてくれ、そのタレントを銀行に預けてくれてたら、まだマシやったね。例えば自分が能力がなくてできなくても、その自分の、例えばお金を寄付するとか、他の人にやってもらうというのは、まあ、利子がつくようなもんですよ。それでもよかったよ。自分ができへんねんやったら、他の人をサポートするとか、あるいは祈ることぐらいできるやんかと。でも、しないです、人間って。人間も文句ばっかり。自分の住んでるとこも、自分の家族のことも、自分の、や、奥さんや主人の文句や、子供の文句や、仕事場の文句や、まあ、もう感謝じゃまずないです。で、別の人見て羨ましい。あのようなアイドルになりたい。何がアイドルやで。ちゃんと鏡ちゃんとお前顔見たんかって言いたくなるけども、細くなりたいね。みんなのが食べるの我慢して細くなる。もう、いや、なんてこうなる。いや、もう人間ってな、もう自分、人間の願いっていうのはほんまにもう神の願い、思い、見込むと全然、まあ、違う。で、正直言って、なんで神様が私たちを作ったのか、これはっきり書いてあったじゃないですか。イザヤ書読んでみようか。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。イエス様のためにすべての万物が作られ、イエス様がすべての万物、巫女なる神がすべての万物を作り、この巫女なる神は、私がすべてを作ったのは私の栄光のためや。つまり、私たちみんなそれぞれ違う体の大きさや、違う人生や、違う能力や、違う国や、違うとこで、どこであったとしても、私たちがやることによって、私たちが神を愛し、そして私たちの行いによって、神の栄光が表される。神様の栄光やから、やっぱ愛のせ、だからもう困ってる人のために一生懸命この愛の行動するとか、いわゆる愛の人になる、まあ、イエス様のようになる言い方いいのかな。神様、ところがね、この愛の行動、あるいはイエス様のように生活しようと思うと、この世は私たちをやっぱりいじめる。クリスチャンごっついじめる。もう、しょっちゅう殺されるクリスチャン。第一ペテロの4の19、5回ですね。ですから、神の御心に従って、なお苦しみにあってる人々は、善を行うにあたって、真実であらゆる創造者に自分の魂をお任せしなさい。私たちが神様の御心通りに、まあ、愛を持って一生懸命生きようと、困ってる人のために何かしようとか、いろいろしても、結構大変なん。でも、善をすること、神様の御心通りに愛をすること、それ諦めたらあかんよと、神様にあなたの人生任せなさい。ローマの教会の方々はもうたくさん殉教してるんですよ。そんな中でパウロはまあそんなことを言うんですね。で今日22節次読んでみましょう。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。この22節では滅ぼされるべき怒りの器。実は私たち人間がはっきり言って神の言葉に従わない、もう全く愛のない、で他の人に対しても冷たくやって、もう神様の怒り、神様ごつ怒ってはるんです。この悪に対してごつ怒りを持って、ほんで正直言っていつでもそんな人たちをもう抹殺することできるし、初めからそんな人を作らないこともできたん、実は。神様、その人たちはもう悪いことする人いうかな、神に従わない人はもう瞬時、パッ、消えた、死んじゃったとか、それできんねんけど、その人たちが悔い改めて神を愛し、神に目を向けることをじーっと、で、待ってはって、今も待ってるんやと、神様はそんな人の、を愛し罪人のために死んでくれたんや、そのどう思うって言うんですよ。パウロはあんた文句ばっかり言うてるし、神様どうやね、不公平やね、私の人生勝手に決めてるんやったら御心通りの 歴史やねと、私何もせんでええやん、神が全部決めてんねやろ、おい違いますせと、神様は絶大な権威を持って全部確かに決めてるけども、
あなた文句言える筋合いないやろと。それよりも、それよりも、神があなたのために死んだ。それに、それを、神を愛しなさい。それに応えなさい、いうことなんですね。でも、ほとんどじゃ頑固やん。うわー言いながら、全然感謝もせえへんで。で、次、23か20、今日最後の、御言葉を学びます。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として、私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも、召してくださったのです。今回は、先ほどは滅びの器って言ったんですけど、この23、24節では、憐れみの器。実は神様は私たちを、まあ、すごく愛してくださり、憐れんでくださってて。ほんで、豊かな栄光を私たちを通して表そうと。人が何を言おうが、何を考えようが、何を願おうが、本当はそっちが大切じゃない。神の御心通りに、神が御心通りに世の中を動かしたの、実は本当は。ほんで、神の御心を求める。で、神様の御心は非常に一つはっきりしてるのは、すべての人が救われてほしい思ってはるんですね。ヨハネの6の40、こう書いてあるんです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人、終わりの日に蘇らせます。神様、誰一人滅びてほしくないです。エジプトのファラオも神様ものすごい愛してて、滅びてほしくないです。すべての人、すべての万物のためにイエス様は死んで、もうくださってる、もうすでにそれが終わっている。で、神様の御心は、こう見て信じるもの、つまり十字架でボロボロになってるイエス様が、私のもとにおいで、疲れてるんやったら私のもと、私はあなたのために、あなたの苦しみすべてを死んだんやでと。あなたの身代わりとなって死んだんやで、だからあなたが死ぬことないんやでと言うて、十字架でこう両手挙げて待ってくださってる、この神を見て、イエス様を見て、信じる人たちが一人一人が永遠の命、神様永遠に私たちを関係持ちたい。それやのに私たちは文句ばっかり、まあ言うてると、で、実はこの救われること、救われた後に、あともう一つだけ、最後のもう一つだけ、もう一つ神様の御心があるんです。もう一つ御心ある。これプラス、救われること、すべての人が救われることはもう一番大きな、あれですけど、もう一つ、救われた後の人、第一テサロキの4の3、読んでます。神の御心は、あなた方が清くなることです。実は救われた後、私たちが聖化って呼んでますけど、清くなる。そして、そのプロセスでいろいろ苦労はするんですけども、なんで清くなるか、私たちがこの世で神様のようなものになっていく、イエス様のようになっていく、まあ、そして愛の人に変わる、そしてこの地上でそういった愛の人として生きていくことによって初めて神の栄光を表せる。で、そのためにみんなはそれぞれ違う環境、違う体、違う、まあ、能力、タレントをもらって、自分の与えられたものの中で一生懸命神を愛し、謙虚に生きていくと、そして感謝し、ただキリストのようにしてこの世で生きると、キリスト、イエス様が十字架にかけられたように、私たちはえらい苦労させられますよと。でも、それは私たち、神の御心は私たちが清く生きる、清い人間になっていくことですよっていうのが、本当の意味での聖書の、もうキーポイントなんやね。パウロはこの、9章のこの箇所で、神様はあなたを本当に愛しておられ、神の御心に沿った人生を歩んでほしいということを、なんと私たちに言ってくださっていると思います。このことを感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りしたいと思います。最後お祈りします。天の父なる神様、今日のメッセージ感謝します。私たちがあなたの御心に沿った人生を歩むことができますように、このことを感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。はい、以上でした。バイバイ。